国家の不況と家庭の幸福のためにあなたも計画生育を実行してくださいと記した看板一人っ子政策とは中華人民共和国における人口抑制政策特に1979年から2014年まで実施された一組の夫婦につき子供は数とまでとする計画生育政策2015年から2021年までは一組の 夫婦につき子供二人までとされていたため、俗に二人っ子政策と呼ばれた。2018年時点で91万3593箇所の拠点と9400万人のメンバーを持つ中国、計画出産協会が取り締まっていたが、二人っ子、政策も効果がほとんどなく、廃止が検討され、2021年5月31日には、 中国共産党が一組の夫婦が三人目の子供を出産することを認める方針を示した。2021年8月20日には法案が正式に可決され、今後の合計特殊出生率の大幅な向上が家計の問題で見込めないことから、中国国内で出産に関する問題は42年ぶりにほぼ正常化された。 中華人民共和国建国前の中国においては1840年のアヘン戦争から1949年の建国に至るまでの109年間に4億1000万人から5億4000万人と1億3000万人年平均0.26%の人口増加率にしか過ぎなかった内戦や自然災害も多く多産市の人口転換前の段階であり 人口は停滞し続けた。その後、社会は安定し、人口が急増し始める。建国後の出生率の変動過程に注目しつつ、建国後の人口動態史を時期区分すると、以下の4つの段階に区分される。1952年までをその前半期とする。出生率の急上昇と死亡率の急低下により、 自然増加率も2%前後の高い水準にあった。1950年に制定された中華人民共和国婚姻法の理念を徹底させる運動が展開され、それまでは身分階層的に結婚できなかった層を含めて結婚ブームが巻き起こった。婚姻法は建国前までに見られた賃借妻や売買婚などの封建的婚姻制度から女性を 解放することを目的としていた。この時期の社会経済政策の柱は、旧ソビエト連邦の影響を受け、子供に対する特別手当支給、不妊手術や人工妊娠中絶の禁止など、出生を奨励するものであった。1953年から1957年までは、第一次人口増加期の後半期になる。1950年から、 出生率の低下が見られたが、死亡率の低下が著しく、戦乱もなかったため自然増加率はなお2.23%と、高水準を維持した。この時期には、異常な自然災害を契機とし、1958年から始まった大躍進運動の失敗、誤った生産報告に起因する過剰な食料の取り立て、 中祖対立に伴うソ連の全面撤退に対する債務返済のための無理な農産物輸送という三つの悪循環が生じたと言われた。これについては、後年、天災というよりも、食料分配の不均衡などの政策上の過ちによる人災であったことが明らかにされた。小島後継書によると、交代は食料協作から始まったが、最大の理由は推理。 植林、鉄作りなどに農民が動員されすぎ、収穫時に十分な刈り取りができなかったことにあるとされる。その他、男性が動員された後の農作業を受け持った主婦が、不慣れだったり、公共食堂のただ食いで種子まで食べてしまい、翌年の巻き付けができなかったりしたことも原因である。1960年の死亡率が出生率を上回る、絶対減が生じ、 自然増加率はマイナス0.45%となった。人口ピラミッド上でも1960年出生後方と人口がくびれており、世界各国の人口ピラミッドでも稀に見るピラミッド形状となる。このことからしても当時の大災害期の凄まじさが推測できる。実際、今日でも死者の数を伝える正確な記録、資料は残されていない。 しかし様々な形で伝えられる数字は実に1500万人から4000万人に及んでいる。総人口の2.5%から6%に及ぶ餓死者の数である。もちろん餓死戦場の人々はその数倍に及ぶと考えられる。一般に出生率は何かの原因によって急低下するとその直後に反動や揺り戻しがあるとされるが第三段階は その時期にあたり、1963年の出生率は4.337%を記録した。自然増加率は3%の効率を続け、1970年には1年間に2321万人という、史上最高の順増を示した。この時期に出生した集団により、1980年後半以降の第3次ベビーブームが生じたので、 一人っ子政策をやむなく継続せざるを得なくなっている。1969年に3.411%と高かった。出生率は1979年には1.782%と半減した。人口の純増も1970年の2321万人から1980年の1163万人へと半減している。わずか10年間に このような出生源を達成した経験は、第二次世界大戦後の日本以外、世界史的にも極めて稀な事例である。以下に、中国の人口変動の表を示す。単位は、年末総人口が1万人、出生率、死亡率。自然増加率は、パーセント、平均寿命は年である。中華人民共和国の人口政策史は、点四点と、右を曲折し、 苦難の道のりであった。1949年の建国直後の中華人民共和国では人口の多いのは重要な財産であるとの楽観的な人口思想のもと人口増加政策が進められた。社会主義社会は人口問題など存在しないという主張がされる一方で人口は気化球的に増加するが食料は 算術級的にしか増加しないというマルサス人口論は資本主義用語の最も反動的な理論であるとされた。1953年中国で初めての人口センサスが行われたが、その結果は衝撃的なものであった。人口センサス実施前は4億人から5億人と見込まれていたが、実施してみると6億193万人という予想より1億人。 多い結果が出た。さらに、農業危機にもぶつかったこともあり、中国の人口増加政策は、政策転換を余儀なくされた。そのため、1954年から1957年には、計画出産が公式に奨励された。1957年の、第一期全国人民代表大会第4回において、新人口論を提出し、人口統制を説いた。 1953年に実施された第一回全国人口調査は、全国の人口の性別、年齢、民族構成、都市と農村の在住地別に区分し、その比率と実態をはっきりさせた。これは大変にいいことだったが、人口政策をより健全なものにし、科学者が研究工作を進めるのを助けるためには、出生、死亡、結婚、離婚、 移動などの人口の動態についてさらにしっかりとした統計を行い、完璧な統計を交付する必要がある。三次制限を実施して人口を管理するには、まず第一に幅広い宣伝によらなければならない。それによって、広範な農民大衆に三次制限の重要性を理解させ、三次制限の方法を実際にできるようにし、さらに一方では、相根の害と万婚の利を それに、男子は、おおむね25歳、女子は23歳が適当であることを宣伝する、必要がある。計画出産の実行は人口を管理するために、最も好ましく、最も効果が、大きい方法だが、最も重要なことは、否認を幅広く宣伝することで、人工的な妊娠中絶は、絶対に避けなければならない。それは一つに殺傷であり、 母体内で形作られた緑子にはすでに生存権があり、母体にとって良くない場合を除き、一般にこのようなことをすべきでないからである。人民日報を1957年7月5日しかし、これも長く続かなかった。1958年6月から大躍進が始まり、積極的に経済を拡大させようとする政策が取られた。 前述の馬虎初、北京大学学長は、ブルジョアウ派文子として厳しく批判され、1960年3月に学長職を追われた。この後、大躍進の失敗と3年連続の自然災害により、食料危機が発生しても、出生抑制を主張することは、人民の飢餓に対する危機感をかきたてることになるとの政治的配慮から、 計画出産への政策転換はなかなか行われなかった。ようやく1962年、出生率がピークになり、人口問題が相当深刻になってから、1962年に中央、地方を通じて、計画出産指導機構が設けられ、1964年に計画出産弁公室になった。しかし、折しも文化大革命が開始され、 計画出産運動は中断されてしまう。1965年から1971年までのわずか6年間で人口の純増は1億2691万人に達し、1840年のアヘン戦争から人民共和国成立までの109年間の人口増にほぼ等しい数の純増となった。1971年はじめ、 州オンライン首相の提唱で、計画出産活動が始動し、文革集結後の1972年頃から、農村を含めたより、広範な計画出産活動が再開された。1973年8月に、国務院に、計画出産指導証書が設立され、晩婚、晩餐一組の夫婦に、子供二人まで、が提唱された。 1960年代の計画出産運動が大都市のみに留まったのに対し、1970年代のそれは農村を巻き込み、全国レベルの出生率の急減に明らかな効果を示した。1978年当時の中国社会科学委員長であった故郷僕は、1977年の国民一人あたりの平均食料は、 1955年前の水準にしか相当しない。食料生産の伸びは人口の伸びにしか相当しないと指摘した。現代化を早期に進めていくためには、基盤づくりとして人口管理の必要性を説く。この発言は衝撃の発言であり、一人っ子政策導入の大きな契機となった。また、この子の指摘は、 当時の中国社会主義農業政策の根幹である人民公社方式が国の食料の増産という課題を解決しなかったことを歴然と判明させることとなり生産責任制という資本主義的な制度の導入の根拠ともなった。同年弾道ミサイルの開発者だった技術者の総建は成長の限界などマルサス主義の書籍の知識をもとにトップダウンによる 強制的な人口削減策を提唱し、中国共産党の首脳部に好意的に受け入れられた。2080年までに人口を3分の1減らさなければならないとする層の主張は、1979年に生徒で行われた会議において政策となり、千信忠を責任者とした中華人民共和国衛生部を中心として、 不妊化手術や刑罰を用いた人工管理政策を実施した。その主たる柱は、晩婚、晩産、小生、稀、優生である。この国策としての人工計画志向の法的根拠としては、第1に中華人民共和国憲法上の規定と、第2に1980年改正の中華人民共和国婚姻法、第3に、 各地区の計画出産条例がある。離婚についても、感情に亀裂が生じ、調停しても効果がない場合には、広く認められるようになった。一人っ子宣言をした夫婦は、7優先という優遇策を受けている。一人っ子宣言をしなかった夫婦は、以下の不利益を受ける。少子高齢化が明らかになっても、中国政府が、 一人っ子政策の廃止になかなか踏み込まなかったのは、これらの罰則によって生じる罰金が魅力的であったためとの報道もあったのである。都市部住民、農村部住民、少数民族で異なる規制を定めた。まず、国家幹部、職員労働者、その他都市部住民に対しては、全国共通して、原則一夫婦あたり子供一人で、以下の場合のみ、例外的に、 第二子が許可される。第一子が非伝性の身体障害者で働けない、場合夫婦双方が共に一人っ子結婚後5年以上、不妊で、養子をもらって、以降に妊娠した場合夫婦双方が帰国し、定住している。佳境次に農村部住民については、以下の三類型に分かれる。第一類型、第二子の出産について、厳格な所定条件を満たした場合のみ許可し。 第二子の割合を全体の10%以内に抑える。この類型の規制は、北京、天津、上海の三直轄市と人口の極めて多い市選省、チャンス省のみが定める。第二類型、第一子目が、女児の場合、出産間隔を4から5年空けるとともに、母親が28歳以上の場合に、第二子を許可する。この類型の規制は、河北省、 うちもおこじ地区、山西省、遼寧省、吉林省、国竜高省など18の地区が定める。第3類型、第1市が男児でも、第2市の出産が認められる。最も緩い類型で、寧夏海賊寺地区、雲南省、青海省、関東省、海南省の5地区が定める。少数民族に対しては、以下の4類型となる。第1類型 転入した少数民族が、転入前の居住地から第二子出産許可を得ており、すでに妊娠している場合には、第二子の出産が許可される。北京、天津、上海の三都市で定められる。第二類型、都市部と農村部を問わず、夫婦双方が少数民族である場合、第二子の出産が許可される。河北省、山西省、内毛古事地区、吉林省、 国流高章、安記省福建省山東省厚生地湾族自治区、雲南省奇襲省など12州で定められる。第3類型都市部と農村部を問わず、夫婦双方のどちらかが少数民族である場合、第2市の出産が許可される。寧夏自治区、青海省で定められる。第四類型、夫婦双方が少数民族で、どちらかが農民、または、 夫婦のどちらかが少数民族で、双方が農民である場合に、第二子の出産が許可される。両年省、湖南省で定められる。1972年12月天津市に住む、女児一人を持つ一女性工場労働者が、生産と建設のため、もう男の子を欲しがりませんと宣言し、これを伝え聞いた天津医学院の女性教師44人の、連名で、 一人っ子定義書が出されたことがきっかけである。翌1979年1月26日全国計画出産弁公室主任会議が開催され、ここで初めて全国レベルでの一人っ子政策の基本路線が検討された。この会議の直後、一人っ子賞が天津市や四川省で施行され始めた。そして同年8月22日交付の 上海市革命委員会の計画出産推進に関する若干の規定が最初の条例となった。その後以下の4段階で推進された。1979年から1984年までの第1期は1979年の全国計画出産弁公室主任会議に始まり、1980年の公開書簡によって国策として 本格的に軌道に乗せた時期である。制度出発当初、第2子の出産条件についての明記がなかったが、1981年頃になると、以下の特殊事情の3条件が、全国に共通して示された。一第一子が非伝性の身体障害者で、働けない場合、に再婚で一方に子があり、他方が、初婚の場合、 三長年不妊で養子を迎えた後で解任した場合、それぞれの該当者は申請して許可を受けた場合に計画的に第二子を産むことができる。いずれにしても第三子を産むことは許されない。なお、少数民族に対しては計画出産は奨励するが、第二子を産む枠は拡大されている。1984年から1985年までが、 第2期にあたる。1984年8月にメキシコで国連の国際人口会議が開催された。アメリカ合衆国のロナルド・レーガン政権が強制妊娠中絶、女英イ殺害の手段で人口を削減しているとの見地から中国政府を批判し国際連合人口基金への援助停止を決定した。このような国際世論への配慮に加え農村では 厳しい政策の実施は困難であることから第2子の出産条件の拡大、緩和策に転換した。具体的には、農村で女子一人しか出産しておらず、困難があることが確認され、第2子の出産を望む場合が追記され、男子労働力の確保、家の継承や老人扶養という伝統的思想が、なお残存する農村で第2子出産を認めた。 1986年から1987年が第3期に当たる。農村では第1子が女子で政策通りの実施に困難がある、場合に4年の出産間隔を置いて、第2子の出産を許可することが浸透していった。男子労働力の確保への願望は、家族単位での農業経営に当たる機会が増える、生産責任制導入後一層強まった。 農村での出産政策の調整を全国的に広げていった。1987年以降が第4期にあたる。全国的に各地区レベルの計画出産条例を制定、改定していった確定整備期である。一人っ子政策の影響と長寿化のため、中国の人口の高齢化は急速に進むと予想された。これに、 社会保障制度の設計が追いつかず、中国は高齢化への備えが不十分なまま消し、高齢化社会へ突入することになる。このことが貯蓄の減少、消費の低迷、設備投資の鈍化などを通じて、経済成長にボディーブローのように影響を与えることが懸念された。一人っ子政策が開始されて、四半世紀が経ち、一人の女性が生涯に生む。 子供の数の平均を示す合計特殊出生率は1.5から1.6に落ち込んでいるとされる。都市部の若者の多くは兄弟姉妹を持たず1から2から4体制の中で成長したことで他者とのコミュニケーションの能力に欠けた利己的な子供を生み出していると言われる。また、第2子以降を生んだことによる 不利益を恐れて公式に届け出がなされず、戸籍に登録されないままとなっている、いわゆる黒返しが多数発生しており、2010年の中国政府の統計においてすらその数は1300万人に上るとされている。一人っ子を失った出読家庭は100万世帯に上るとされる。彼らはネットで交流するなどして連帯し、このうち3000人以上が、 政府に保障を求める陳情を展開したが、認められなかった。そこで、約180人が、二人目の出産が認められなかった、ために、老後の介護などで子供から得られる利益を失ったと、して2015年5月に、北京第一中級人民法院に提訴した。同法院は訴えを受理せず、 日本の高等裁判所にあたる高級人民法院も国家の政策調整の範囲内であり裁判所が受理する案件ではないとの判断を示した。原告側は日本の最高裁判所にあたる最高人民法院に不服申し立ての手続きを取っている。2016年4月18日、彼らのような唯一の子供を事故や病気で失った親ら生人が 中国各地から北京に集まり、政府の国家衛生計画出産委員会のビルの前で抗議活動を行った。出読者と書かれた帽子をかぶり、政策の犠牲になった者の,の存在を忘れるなまた政府のサポートが足りないとして、政府に暮らしと老後のケアを訴えた。北京の警備が厳しさを増す中で1000人規模の抗議活動は異例である。警官隊が駆けつけ、 数十台のバスを並べ、市民の目から、抗議の様子を遮断した。高齢化のペースが日本などの先進各国より早い、ペースで進むことも、一人っ子政策の結果である。中国民政部の統計によると2014年末時点で65歳以上の、高齢者は1億3755万人であり、人口の10%を占めるが、2034年には、 人口の20%に達すると推計される。国が豊かになる前に高齢化の波が押し寄せるという意味の未不戦老という言葉も中国メディアを賑わすようになった。他方でこれまで中国では親の介護は子供がすべきという伝統が根強かった。2013年に施行された改正高齢者権益保障法でも高齢者と別居する家族は 日常的に帰るか連絡することと明記する。しかし、一人っ子政策や出稼ぎ労働の広がりで、家族だけで親の面倒を見ることが難しくなってきたため、この習慣も変わりつつある。習近平党総書記は2016年2月、高齢化に効果的に対応しなければならないと、党と政府に指示して、老人介護を重大政策に掲げた。 一人っ子政策の柱の一つである、優勢を担う、優勢優育政策と呼ばれる障害者の出生率を抑制する優勢学的国家政策も、生命倫理や人権の観点から問題視されている。中国優勢優育協会、中国優勢科学協会がこの政策を支える社会団体として、中国政府の下で設立されている。この、 優勢優育などに代表される研究者や政府の都合を優先する中国の組織風土は2018年11月に中国で世界初の遺伝子操作された人の出産が発表されて国際的な波紋を読んだ際にあり玉に上がった。また、一人っ子政策による一人っ子は小皇帝と呼ばれ、兄弟姉妹のいない。 環境下で過保護に育てられたとされ、わがまま、協調性がない等と批判されてきた。このため、同程度の学歴、年収、実力でなければ結婚しない傾向が強くなってしまい、女性は、甘つさえ女と呼ばれ差別されてしまった。以上のような内容を持っていた、一人っ子政策であったが、かつての、地の皮ができようとも二人目は産ませないなどと言った。 過激な一人っ子政策のスローガンも次第に廃止されるようになり、2014年10月29日に閉幕した中国共産党の重要会議である中央委員会第5回全体会議により、一人っ子政策の廃止が決定された。同会議は、経済の中期計画である第13次語仮面計画案を採択し、その会議後に発表されたコミュニケでは、一組の夫婦が二人の 子供を産む政策を全面的に実施し、人口高齢化への対策を進めるとした。中国の人口学者はここ10年来、早期の政策変更を訴えてきたが、地方政府は学校などを建設することなどの負担増から政策変更には反対していた。2013年には、夫婦どちらかが一人っ子ならば、第2子の出産を認めるとの緩和に踏み切っていた。 だが新制度の利用率は低迷し、2年後にさらなる変更を迫られた。2012年には労働人口が初めて減少に向かったとされ、2020年代に至ると年間790万人のペースで労働人口が急減していくと予想されており、一人っ子政策が世界的にも例のない速度で少子高齢化社会を引き起こし、 経済成長にも悪影響を及ぼすと意識された。先に高齢化と人口減少を迎えた隣国日本が潜在的な経済成長率の低下に苦しむ姿を目の当たりにしているだけに政権の危機感は強かった。ただし中国共産党は計画出産そのものについては基本政策として堅持するとして二人までの制限は 残すという姿勢を見せており、子供を産みたいという両親の思いを国家が一方的に制限する構図は続く。中国政府の国家衛生計画出産委員会は10月30日、共産党が前日に一人っ子政策の変更を決めたことを受けて2030年の人口が14億5000万人に増えるとの予測を明らかにした。同意委員会によると、 今回の政策変更で、すべての夫婦が二人目を産むことができるようになり、子供を産めるようになる夫婦は、全国で約9000万組と見込まれ、少子化に歯止めがかかると期待する。現在の申請時数は、年間1700万人から1800万人と見られるが、今後数年間は増加に転じ、ピーク時には年間2000万人を超えると予測した。 同時にこの政策変更によって子どもの数が増えても資源の消費に影響があるが許容の範囲内であるとしている。一方、子ども向け用品などの需要が増えたり、労働人口も2050年時点でこれまでの予測より約3000万人増え、経済面のプラス効果があるとしている。国家衛生計画出産委員会の欧米案副主任は11月10日、 上述の共産党による緩和策により、すべての夫婦に二人目を産むことが認められることで、労働人口の減少が緩やかになるとの予測の発表をした。将来の潜在経済成長率を0.5%引き上げるとの試算を発表した。全員人代は2015年12月27日の常務委員会で、すべての夫婦が二人の子供を持つことを認める人口。 計画出産法の改正案を採択し、2016年1月1日から施行した。法改正により、同年1月1日以降に生まれた子供は二人目で、あっても全員が合法とされて戸籍が認められることになった。同改正法にあっては、二人目を産むことを奨励するために、育児休暇を延長する方針も盛り込んだ。国務院は、2016年1月14日、 一人っ子政策に違反したなどの理由で戸籍を得られないでいる人について無戸籍問題の全面解決を求める意見を関係する中央、地方の政府機関に出した。戸籍が取得できないでいる子供については出生証明書と父母の戸籍などを示せば戸籍を与えるとした。中国が少子化を食い止めることができるかは一人っ子政策を終えて 初めての全人代となった2016年の全人代でも発言が相次いだ。二人っ子政策により子供が産めるようになるとされた9000万組のうち二人目を産もうと考えている夫婦は26%にとどまるとの調査もある。2016年3月の全人代では二人目を産んだ夫婦には各種の減税策を設けるべきだ等の出生策の増加を目指した。 政策提言が全人代の代表から相次いだ。各代表には少子化が地方経済にとって重圧になるとの危機感も強い。全人代と同時に開催されている2016年の全国政治協商会議においては遅くとも2017年末までには全面的に計画出産を放棄するべきであるとの踏み込んだ意見も見られたという。これに対し、 一人っ子政策の執行を担った国家衛生計画出産委員会は会期中の記者会見で三次制限を終える時期を問われて計画出産の国策はこれからも長期にわたり堅持すると答えた以下は上期間は策に対しての日本企業の反応の一例である2014年の個人情報の漏えい問題と少子化で 国内通信教育の会員数が激減している。教育大手のベネッセホールディングスは、新たな海外展開と介護事業を新たな主力事業に据えようとしている。すでに、中国事業は、会員数83万人と、日本国内の会員数76万人を上回る。日本の幼児に、絶大な人気を誇る、島次郎は、中国でも、馬虎として親しまれており、 会員数拡大の鍵にする。同社の原田栄光社長は、一人っ子政策の見直しも追い風と話した。一人っ子政策が緩和され、二人目が産めるようになった2016年は、二人目の子供を産みたいと願っていた夫婦が相次いで子供を作ったため、合計特殊出生率が向上し、1.29となった。しかし、翌年の2017年は、 出生率は再び下がり1.24であった。中国の出生率は日本よりも低い状態が続いていた。2001年時点の出生率は1.34であり、廃止以後よりも低くなっていたが、2021年現在はコビッド1 9ウイルスの流行で日本あるいはポーランドと同程度の水準である。人口減は2027年。 もしくは2028年に生じると推定されているが、現在人口減はまだ起きていない。2021年の出生、確認数は、1949年の中華人民、共和国建国以来過去最少の1062万人に減少した。2021年5月31日に示された、中国当局の人口維持方針は、中国メディアによって、 三人子政策と呼ばれているものの中国共産党中央政治局はスローガンで三人子政策とは言っていない廃止後も長らく続いた政策により中国人の間では子供は一人という認識が広まっているため出生率の向上につながらない2021年7月24日以降の中国政府は教育費の高騰が出産をためらう 理由と一方的に決めつけ、学習塾の非営利団体化や学校での宿題量の制限などを盛り込んだ少子化対策案を公表した。ただし普通高等学校を招き制、全国統一講師の対策を行う高校生向けの塾を規制することは、反発を招くことから、小中学生向けのみの規制となった。東京オリンピック2020開催時、 中国の飛び込み選手で10点満点を連発した女子が6人兄弟の3番目だったということが明らかとなり当時から中国国内ではこうした出産政策が事実上うやむやになっていたことが伺われた人口統計を見る限りでは一人っ子が全中国国民に強制されていたことと数億もの人口像の相関が読み取れずどこからどこまでが 一人っ子政策で強要された過程だったのかは分からなくなってしまっている。ありがとうございます。